お世話になっております。相変わらずの一人でございます。またね、二の国の続きやっていきたいと思います。まずはね、ババのシア王国に戻るということで、早速行きたいと思います。まあここはね、簡単だと思います。一回来たとこなんでね、別に新しいとこじゃないんで、敵も多分出てこないと思うんでね、そんなに、強い敵はね、ただなんかいろいろなんか起こるそうではあるかなとは思ってるんですけど、まあそこはね、やってからのお楽しみということで、まあ気になりますね、いろいろね、どうなるか。なんかちょっと待って待って、一個なんか新しいの見つけたよね。なんか魔法のランタン、魔法のランタン、暗闇を明るく照らす魔法、あ、そういうのもあんだね、新しいやつ。調理魔法、特殊な料理を作る魔法、この魔法で作った料理の味は別格。目覚めを放棄、クラフターに命を吹き込む魔法、クラフターを動かすことができる。え、クラフターって何？クラフターなんかあった、ありましたっけそんなの。ババナシアはこっち、まあまあこういうのは教わんのかな後で。何か聞こえてんこうんか、地の底から鳴り響くような、え、ねえあれ、何何、なんかあんの、マジかマジか、これ何何何、ジャボー、ジャボーゲー、これジャボーの仕業、ジャボーの仕業かな。えらいこっちゃ、デカロックさんが噴火しちゃうなんて、マジか。デカロックさん、なんだそりゃ。デカロックさんちゅうのはな、ババナシアの西にあるごっつい火山のことや。この一帯がやたらと熱いのもあの火山の影響なんやで。そうなんだ。しかしその前にもある魔法の覆いは、デカロックが火口を塞ぐことでその噴火を食い止められてきたんや。覆いは外れちゃったとか、そう簡単に外れるわけないんやけどな。どうなんだろう、何があったんだろう。このままやとババナシアが危ないって。僕たちが行こう。え、僕たちでお湯は元に戻そう。できんのそんなこと。あの山の暑さ知らんやろ。この砂漠と比べ物にならんで。ジャボーから世界を救うことだよね。バーナシアのみんなを救わなきゃ。私たち試練を乗り越えたんだし、お前ら泣かせるやないか。お前成長したな、オーディブル。俺たちでデカロックさんの噴火を止めるんや。うん、行こう。行ったらでいい？オッケー、行きましょう。じゃあ、デカロックさんのね。まあ、とりあえず、じゃあ、あそこにもう行かないの？そもそもババナシアにも戻らないの？え、いいの？さっきとりあえずババナシアに行こうとか言ってたのに、早速もうババナシア無視で、ガン無視で行っちゃうわけ？いかついな、それは。ババナシア戻らなくていい芸になったの、いつの間にか。やめて、追っかけてくんな、追っかけてくんな。追っかけてくんな、追っかけてくんな。お前らと戦わん。オッケーオッケー。ババナシアね、ちゃんとね、ちょっとこう戦っとこうか、こいつらとね。まあ、ちょっとレベルアップしとかないとなんかきつそうなところもありそうな気もしなくもないんでね。行きましょうか。オッケーオッケー。いいよいいよ。こっち行って。はいはい、こっち行く。それでどこだ？この辺でいいのかな？あ、いいんだね、いいんだね。こっち側だね。こっち左曲がって、谷、また谷みたいなところ行く。これ敵変わんないね。敵全然変わんないね。一緒の敵じゃん。なんか新しい敵出てきてほしいですけどね。さすがにこっちに近づいてきましたから。こっから先に行って、なんか、結構ほんとマップ広いな。めっちゃここ遠く感じるもんね。すげえ、なんか自転車とかあったらいいのにね、と思うんだけどね。自転車とかあったらいいのに。あ、新しい敵出てきたっぽいね。これ。なんだろ、こいつ。なんか見た目が、オッケーオッケー。なんだろ、こいつ、新しいやつだけど。なんか火っぽい、キーマー、あいつ、あっちーだって、あっちー。アッチーはアッチーはいかついな、それは。あ、キーマー、あいつか。あいつか、キーマーって。オッケーオッケー。いいよ、いいよ。飛躍だって、オッケーオッケー。やめて、やめて。飛躍はいいよ。オッケーオッケー。いいよ、いいよ。これ取りたい。オッケー、ナイス。いや、弱いね、やっぱり相手。あいつ全然強くないわ。普通に弱いっすね。オッケーオッケー。レベル上がっていく、どんどん。ツヤヤカライスってなんだ、ツヤヤカライス。あ、火の玉覚えた。火の玉一応、やっとく？火の玉一応入れてみる。ここでコマンド変更でしょ。火の玉ってでもまあ弱そうだけどな、これ。だってこいつそういうタイプの攻撃はしないもんね。オッケーオッケー。こっち行って、あい、倒してく。いいよいいよ、ちゃんと倒してこう。あ、新しいの出てくる。角の子、角の子。いや、かっこいいね、こいつ。かっこいいよ、結構。いいよいいよ、角の子結構かっこいいっすね。いや、でもなんかこいつのキーマーってのが結構ダサいね、やっぱり。気迫ってなんだよ、気迫って。怖いわ、怖いわ。こうキーマーも仲間にできるし、仲間にできるけどしない。こいつは仲間にしない、別に。仲間はいらないでしょ、別に。仲間いるかな、一応いた方がいいかな。なんかあの角の子ってやつ欲しいね。角の子ってやつゲットしようか、もし次できたら。ゲットできそうだったら角の子って欲しいっすわ、かっこいいから。
なんか聞いてこと欲しいことでもあるんか。あ、いや、なんか喋りかけちゃったのかな、勝手に。こっちでいいのかな。だからどこ進んでいいかわかんないね、いまいち。オッケーオッケー。ここで行きましょうか。あー、サンさんだ。サンさん、こっちにも出てくんだ。お前、使い回しされてんじゃん。大丈夫か、お前。使い回しされてっけど。まあ、こいつじゃないな、やっぱり。こいつの方が全然強いわ。はい、攻撃。いいよ。攻撃していく。どんどん攻撃していく。MP 取れ、MP 取れ。お前、MP ねえだろ。MP 回復しろ。ナイス、ナイス。MP 回復しろ、しとけ、ちゃんと。はい、オッケー。ナイス、ナイス。いいよ。これでちゃんと行こう。オッケー、レベルアップして、レベルアップして、あいつ早くアップしたいね、レベル。オッケー、こっち行ってからの、まださらに先ある。うわうわ、動いてる。めっちゃ動いてる。めっちゃ噴火してんの？今噴火してる最中？これこっち行けないか、こっちかな？こっちで合ってるかな？うわ、なんかすごいね、景色がいいね。オッケーオッケー。ヨーガの川だよ。ね、オリバーの魔法で橋とか作れない。オリバーの魔法で、魔法のランタンじゃないでしょ？イマージェンじゃないでしょ？マッハ栽培？どれ？どれだ？目覚めや放棄？効果がない。どれだ？見えざる道。あ、ここでいいんだ。見えざる道。こんなやつあったのに、今教わったんだっけ？ MP4 って結構消費するしね、これ。MP なかったらできないじゃん、これ。MP の、いや、普通に結構ちゃんとかけられんかい。結構ちゃんと普通に強いじゃん、これ。めっちゃ強いじゃん。大地を想像できる力を持ってる。強いな、マジで。なんでミスしてんのこんな。あ、まだ、ちょっと待って。あ、死ぬ。あっぶね。危な。めっちゃ危な。回復しろよ。危ない。あっぶねえよ、マジで。はい、こっち行って、OK 取って、毒毒草を手に入れて、はい、先行きましょう。よし、ここはとりあえず、デカロックさん来た。デカロック残か。デカロック残かな。OK。ここ来まして、デカロック残来て、どうなるかな。はい、来ました。おしおし、回復できるね。デカロック3か。デカロック3で合ってたね。デカロックさん行きましょう。ここはどんなとこかね。楽しみですわ。すごいかっこいいとこですからね。まあ、ただここも同じで結構マップがね、あんま変わんないような感じですね。なんか見栄えがずっと一緒みたいな。デカロックさん危険な場所や。人や襲いはめったに近づかない。そうなんだ。魔物はうよよしてるはず。気引き締めていこうか。オッケー。ふん、そうだね。ほな、行くで目指すは頂上の格好や。OK。あの、仲間が欲しいね、仲間が、ほんと。仲間がとりあえず欲しいですわ。角の子を仲間にしたい。それを目標でいきましょう。角の子ってやつがいたんですけど、そいつをね、仲間にしていきましょう、できれば。あ、なんか新しいやついる。こいつも良さそうだな。なんかこいつ魔法感じのツクーンだって。ツクーンいいね。ツクーンいいっすね。こいつ、倒すよ、でも。問答無用で倒していきますよ。はい、一点突きしてくる。いや、でも相手も同じ技使ってくんだね。なんか基本。なんかそういう技の多様性ってのはそこまでないですね、意外と。意外と一緒っていうね。技の名前とか。だって結構ボスみたいなやつもさ、同じ技使ってくるとこありましたよ。衝撃波とか。衝撃波って私自身も使うんですけど、あのボス自身もね、あの衝撃波使ってきましたから。だからそういうなんか、相手も同じ技使うって感じなんですかね。基本だって他のゲームであんまないかな。同じ技使うってのは。あ、でもあるか、普通に。それが普通か、でも。一応まず右から行ってみようか。一応こっちからね、行ってみましょう。まあ、ここは宝箱あるよ。あったあった、宝箱あった、おっしゃ。いいよ。なんだこいつ、一番最初に出てきたやつじゃね、こいつ。ガウリオン。ガウリオン、ちょっと違うかな。ガウリオだったっけ、確か。確かガウリオだったっけ、あれ。巻いたやつは。いやいや、これじゃない。こいつで戦うんで、猿の方が全然強いから。オッケー、回復ナイスだけど、まあ、ちゃんと MP 管理しっかりしろよ。MP 限界まで使うから、こいつはさ、良くないんだよ、ほんとに。MP 限界まで使うからさ、それをちょっと直してほしいわ。それ直んないんかね。あ、しかも取られたし。あの回復のやつよこせよ。俺の方が欲しいのに。おしおし、いいよ、ナイス。MP 取った。そういうのちゃんと大事だよ。ちゃんと回復していこう。はい、パフェゲット。オッケー。いいよ。はい、こっち行って、これ取っていく。はい、ムーンドロップ。ムーンドロップってなんだ？育成加工やってみましょうか。まあ、こいつを私は育てていきますよ。ムーンブランドの、オッケー。まあ、とりあえず、まあ、どうしよっか。進化させます、これ。
オッケーオッケー。ムーンブランドのやつ。これ無理か。これ無理か。あ、嫌がるんだ。嫌がるんだ。どうしよっか。ムーンブランド、こいつ進化させてみる？じゃあ。ムーンブランド。こいつ一応じゃあ進化させよっか。ムーンドロップ。今のうちに。ムーンドロップ、あげよっか。オッケーオッケー。セバス。オッケー。特技、どういうことかな？いいかな？これで。おい、オッケー。セバス、切り替え。オッケーオッケーオッケー。いいよ。変わるかな？どんぐらい見た目変わるかな？おし、進化させてみて。はいはい、どんぐらい変わるかな？まあ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 。まあまあまあ、いっか。まあいっか。これメインキャラクターみたいなの変えられるのかな？まあまあまあ、いっか。とりあえずもうこのまま行こう。まああんま気にせずね。どうせちょっとレベル上がるからさ、すぐ。あんま気にせず行きましょう。こっち行っといて、はい、こっち行って、ここは何もなしかな？なんか絶対あるでしょ、ここ。何もなかったら OK、OK。ただこれ開かないとこかな。多分ここね、開かなそうな気がすんな。あー、やっぱね、そう思ったよ。大体そんな感じだよ。大体1個はね、開けられないとこあるんですよね、やっぱり。それは残念ではありますけど、まあしゃあないしゃあない。こっち行きましょう。こっちからね、先どんどん行って。あー、新しいやついた。新しいやつ、またなんか変なやつ。魔物バルン。バルンは弱そうだね。気温弱そうなやつばっかだな。なんかそこはちょっと気に食わんの、私にとって。私にとって気に食わん、そこは。オッケーオッケー、いいよいいよ。てかこいつ仲間、相手、あいつが出てるの。いや、めっちゃ食らうか、めっちゃ食らうか。ああ、出さない、出してない、出してないね。よかったよかった。さすがに弱いやつは出さないようになってるか。自由に戦えっつっても、自由に戦えっつってもさすがに弱い味方は出さないんだね。そこはありがたいな、私からしたら。オッケーオッケー、いいよいいよ。バルンもいらない、別に。わしが欲しいのはあれだ。角の子だっけ、あいつが欲しいんだよ、私は。オッケー、倒していくぞ。どんどん倒していく。ボッコボコにしていく。いいよいいよ。ナイス。おしゃおしゃ、クリアして、普通に余裕で倒して。なんでこいつがリザード画面で映るの？なんでわしが映んないの？オリバーが。オリバーに映ってほしいんだけど、私としては。初が一人、強いな、初が一人。初が一人もなかなか成長してきてますよ。こっからの成長が楽しみですね。ただこの進化制度なかなかちょっと怖いね。レベル1になっちゃうから。でもそこの戦闘中はレベル1のやつを出さないっていうところはちゃんとね、そこは気使って、自動、いくら自動の戦いといってもね、そこは気使ってくれてるみたいで、そこはありがたいですね。強えなこいつ、クソ強えな、マジでやば、めっちゃ強えじゃん。こっちかな、次は。こっち行きましょうか、一回。いいよいいよ。ここで行ってないところ、行ってないところあるけど、まあまあまあ、いっか。とりあえずこっち適当に行きましょう。どんどん進んでいかないとね、わかんないからね、どっちにしろ。ツクーン、ガウリオン、オッケー、いいよ。倒していくよ。こいつらも普通に倒していく。こっからこっち行くしかないか。オッケーオッケー。そっかそっか、レベルアップしたら全部 MP とか回復するんだ。それはそうだね、ありがたいね。オッケーオッケー、こいつも倒していこう。あ、ガウリオン手に入れればよかったな。ミスったな、ミスったな。ガウリオン手に入れとけばよかった。バカした。ガウリオンと、あと誰だっけ、あの、角の子だね。角の子つ、おーおー、すごいすごい。なんだなんだなんだ、急に動いてる。また岩が落ちてきてる。今の揺れ、やばい。どうしたの、しずく。この感じはやな。大噴火や、大噴火の近いで。俺は誰やと思ってんねん。大妖精やぞ。これくらいなら直感でわかんねん。僕たちで止めるしかないよ。頂上まで突っ走るか、オッケー。行こう。行ったらでいい、ワイは行ったらで。オッケーオッケーオッケー。仲間にしたかったんだけどね。まあまあまあ、しゃあないしゃあないしゃあない。でこれでこっちか。ちょっとまだ行ってないとこあるけど、まあ行っちゃおう。このまま行っちゃいましょう。また後でね、探索はしようかな。オッケーオッケー。こっち来て、はい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 、よし、いいぞ。こっち行って、魔物、また同じようなやつだね。こっち行く、こっち行こっか。一応こっちの方があれっぽいな。オッケーオッケー、宝箱あったね、宝箱あった。探索もしたいからね、探索も。オッケー、いいよ。フレームソード、フレームソードなんやそりゃ。誰かにつけたいね。絶対あいつのやつじゃね、こいつの剣じゃね。フレームソード、上がるかな。通常攻撃非属性に、変化、戦化するか。オッケーオッケー、これ使ってみよう。まあでも属性あるとな、ちょっと厳しそうな気もするんだけどね。そこどうなんだろう、属性あるとちょっと弱くなっちゃいそうな気もするけどね。ちょっとそこ怖いっすね。でこいつでこっちかな。
でもこっち行ってみる？下行ってみよっか。下行ってみよっか。こっちちょっと探索しよっか一応。なんかボスかもしんないからちょっと探索しましょう。こっから。ボスになったら嫌なんでね。ボスだったらちょっとレベルもうちょっと上げときたいなっていうのと、一応ね、全部回っときたいなっていうのがあるんでね。オッケー。マジかマジか、やばいやばい。死ぬ死ぬ。いやー死んだ。やばい。死ぬ。あー死んだ。やばい。バカ。ノラの敵にやられたわ。ノラの敵にやられた。最悪だわ、マジで。全滅したわ。最悪だわ、マジで。普通にノラの敵に、続きから頑張る。マジか、そりゃないわ、マジで。マジか、こっからやり直しか。結構それ厳しいな。マジか、ちょっと死んじゃったよ、普通に。はいはい、こっち来て。あ、またロボがいる。またロボがいる。こいつなんか多分最後にまとめてやるとかかな。まとめて動き出すとかかな。前のステージもいましたよね、このロボ。マジか。はい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 。ここね、またいたね。暑さで壊れたロボに用なんてないで。あー、やっぱここまた今度来るっぽいとこですね。絶対なんかあるよな、ここ。 OK、 まあとりあえず先行きましょうか。まだ行ってないとこはここの左だね。左のところ、上行って左、上行って左のところ行きましょう。そこでこっち左行ってこっちだね。ちょっとね、こっち行ってみましょう。こっち行ってないところからね、探って。あそこ前に繋がってんのかな、もしかして。なんかあるのかな、こっち。まだなんかある。おっきい木あんの、結構あるね。宝箱とかあんのかな。何もないとこかな。オッケーオッケーオッケー。こっち行こう。ここ取ったっけ。魔法の力で守られている。オッケー。ここでアンロック。あ、オッケー、使えた。おっしゃおっしゃ、いいよ。ファイヤーローブ手に入れた。おっしゃおっしゃ、いいよ。ここで、はい、不死鳥の羽手に入れた。なになに、なにこれ、何のやつ。不死鳥の羽って、強いのか。気絶を回復する。おっしゃ、気絶回復やつ出たね。それで新たなやつつけてこっか。じゃあまた仲間で、こいつ身につける。ミストロープ、あ、使えるか。使えるね。光や熱さ、熱を通さないために暑さに強い。ドイツにつけよっか。こいつか、こいつかな。こいつにつけとこう。で、こいつは何もつけてないから、こいつに防具をね、つけときましょう。これでいいのかな。いいかな、いいかな。オッケーオッケー、行きましょう。オッケーオッケー。もう一個あったね。もう一個、もう一個ありましたね。オッケー、これで取って、もう一個ね。あ、ジューシーサンドか。オッケー。これでまあまあまあ、宝箱ね、まあよかったかな。ここ一応来て、一応来てよかったかな。一応ね、結構宝箱あったし、まあそんな大していいものはなかったけど、まあファイヤーローブぐらいかな。まあ一応来てよかったでしょ。まあレベルも上がったしね、ここで。まあ全滅しちゃったけど、一回行きましょう。引き続きね、いやー仲間手に入れたいな。せっかくレベルアップ結構してんのに仲間になってくれないね。仲間にしたいんだけど、あの、いやーもういらない敵ばっかだね。こう多分ね、最後セーブポイントあると思うんすけど、まあ一応ね、あのちゃんと回復しときたいですからね。オッケーオッケー。あっちっち、あっちっち、いらないよ。あっちっちも普通に倒していくよ。ガンガンいくよ。救いの光どんぐらい回復するんだ。あ、47回復するんだ。まあ結構、まあそこそこ回復するかな。いいよ。ナイスナイス、癒しの。いや、あっちっち強えな、マジ。あー、これ、火属性だから食らってないのかな、きっと。そういうことか、多分。あっちっちは火属性だから自分の攻撃食らってないってことなのかな、多分。そういうことか。オッケーオッケー。いいよ、いいよ。ナイスナイス。スタードロップ。来たかな？そろそろ。ただここでちょっと進化させちゃうのやばいな。多分ボス戦だもんな、ここ。ボス戦だから進化させちゃうのはちょっとやばいな。この次のとこで、進化させようかなと思います。多分猿の進化のやつ手に入ったと思いますけど、それ今進化させちゃうとボス戦があったりするとちょっとこれきついんで、しかも炎の敵だときついんで、まあ、今回はね、これで、ダンジョンを探検するって感じで終わりにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイビー。